ブースターとは、エンジン類などの、水力などの出力を積み増しする機構や、補給や、追加機関などである。この記事では主に、宇宙機等の打ち上げ機等に追加される、補助用のロケットエンジンを含むモジュールについて述べる。打ち上げシステムにおいてブースターは、離章時から離章直後の垂直上昇する、大水力が必要な機関において、 指揮官のロケットエンジンの水力を補助する水力を発生する。そのため、多段式打ち上げシステムの大霊弾に相当するとみなされることもある。また、スペースシャトル計画以降のトレンドであった、駅産駅水系が指揮官の場合など、スペースシャトルを帯びた自身の住むがそうであったが、噴射速度では高性能だが水力が小さく自力では、利消不可能な場合もあり、 そういった場合はむしろブースターが一段目で、主機関は二段目という構成に近い。水力を調整する必要がないので、固体燃料ロケットによる固体ロケットブースターも多いが、液体燃料ロケットによる液体ロケットブースターも多い。日本の HI を取り囲む固体燃料、ブースターペイロードの状態に応じて、水力を調整するために、主エンジンの水力に加えて、 ブースターロケットの推力で合計推力を調整するロケットでは同じ打ち上げロケットでもミッションによって使用するブースターロケットの数や種類を変える主エンジンの周りを取り囲むようにくくりつけられることからストラップオンブースターとも呼ばれる使用後は切り離されて投棄されるものが多いが回収再利用するものもある固体燃料ブースターは固体燃料ロケットによるブースターである 液体燃料ブースターは液体燃料ロケットによるブースターである。固体燃料ブースターとは異なり、液体燃料ブースターは出力を加減することが可能で同様に、非常時には停止することも可能である。これは有人宇宙船に使用する場合、安全上特に重要である。ただし、固体ブースターを使用する H2 ロケットシステムを前提とした詳細な検討の結果、 アボートタワーによる急速な離脱を必要とするような打ち上げ初期の場合、液体ロケットエンジンでも瞬時の緊急停止は不可能であることなどから、固体燃料ブースターであることが、有人システムの妨げに必ずしもなるものではない、という検討結果の報告もある。スペースシャトル計画では、有人ということもあり、初期の開発段階においては、LRB の使用が複数検討された。 また設計が一本化され実運用に入った後にも固体燃料ブースターが原因となったチャレンジャー号爆発事故の後既存の SRB を LRB に換装することが検討され4社が NASA に LRB の設計案を提案したが開発費用がかかるため既存の SRB を改良して使うことになったブースターの推力を利用して航空機が本来 必要な滑走距離よりも短距離で離陸すること、及びそのためのブースターを含む装置のことである。空気吸入型エンジンではない、ロケットエンジンを使用するものを特に、ラットと呼び再分類とすることもある。ミサイルを所定の巡航速度まで加速するための初期加速用エンジンとして用いられる。水力調整の必要がないので、固体燃料、ロケットエンジンを用いることが多い。 特に、ラムジェットエンジンを採用したミサイルでは、ラムジェットエンジンが動作できる速度に達するまでの加速をブースターで行うため、ブースターは必須である。またミサイルが翼による空力制御を可能にするためには、ミサイルが一定以上のスピードで飛翔していなければ、ならない。つまり、速度が遅いと、震度変更も、ままならない。 このため必要な速度まで加速するためにブースターを使用することも多い。ブースターに対して巡航用エンジンはサスティナーと呼ばれる。燃焼後にブースターが切り離されてからサスティナーが動作する設計が多い。ブースターとサスティナーが同時に動作しないためこのような設計ではサスティナーの後ろにブースターが結合される。 ただし縦に直線で結合すると全長が長くなるため衛星打ち上げロケットと同様にブースターをミサイルの脇にくくりつける設計もある。このような設計のブースターはサスティナーと同時に燃焼を開始する場合が多い。全長は短くなるが全体にかさばるため最近の VLS などにはなじまない。このため稼働ノズルによる水力変更制御を採用して 空力制御とブースターを廃止前兆を短くしたミサイルもあるが気候は複雑になる。固体ロケットとラムジェットを統合した統合ラムジェットエンジンではブースターとして使用する固体ロケットエンジンの固体燃料が詰められた空間を燃料が燃え尽きた後にラムジェットエンジンの燃焼室として併用することで全体の設計をコンパクトにしている。ありがとうございます。